小倉選手が勝ち残りました。さて個人戦男子組手の部準決勝です。まずは香川正男選手対川和田実選手です。今年はなかなかこの川和田選手非常に試合落ち着いてですね、正確な技を出しますね。で得意のサウスポー随分効いてますよ。ああいい蹴りでした。面白くなりました。川田選手先にポイント取りました。今のは蹴りも面白かったし、飛び上がってからの突きも面白かったですね。今のはいい中盤の攻めでしたね。あの香川選手の五分と五分の試合という感じですね。そうですね、ここで時間切れですね。延長に入るわけですね。延長戦です。蹴りがよく出ます ね、 ねいいです。だからいい追いづきでした、はい、一瞬の今日狙っての強攻ですね。激しいですね。なかなかいい試合でした、はい、川田選手惜敗ですね。